気をつけ、敬礼、治れ。どうも、ザッタポーズと申します。本日は、オキュラスクエストから PC を操作できるバーチャルデスクトップが、なんとですね、オキュラスクエスト2の 120Hz モードに正式対応しましたので、今回はですね、こちらの設定方法について解説していきたいと思います。はい、バーチャルデスクトップといえば、つい先日ですね、オキュラスクエスト2の最新アップデート、バージョン28で、ワイヤレスでですね、PCVR ゲームを遊べる、いわゆる、バーチャルデスクトップの、公式版ともいえる、エアーリンクがですね、実装されたかと思うんですけども、エアーリンクはですね、実はリフレッシュレートを 120Hz まで引き上げることができないんですね。なんですけども、こちらはですね、オキュラスは、将来的には対応するということにはなっているんですけども、2021年、5月7日現在ではですね、バーチャルデスクトップこのアプリが唯一 120Hz の状態で PCVR ゲームを遊べる、一つのですね、手段となっておりますので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。はい、それではですね、早速 120Hz の設定方法について解説していきますので、こちらをご覧ください。はい、そしたらですね、オキュラスの設定からテスト機能というところがあると思うんですけども、こちらの一番下、120Hz リフレッシュレートという項目があると思いますので、こちらをオンに、設定いたします。でまず前提条件なんですけども、オキュラスクエスト2のですね、本体自体も最新アップデート、バージョン28のですね、状態に、アップデートをお願いいたします。はい、そしたらですね、アプリのバーチャルデスクトップを起動します。で、この時に1点注意点なんですけども、バーチャルデスクトップのですね、バージョンを必ず最新バージョンにお願いいたします。1.20.5 ですかね。こちらが正式対応したバージョンになりますので、アップデートしていない場合は、バーチャルデスクトップの方も最新バージョンにアップデートをお願いいたします。はい、そしたらですね、今起動したところなんですけども、ストリーミングのところに、VR フレームレートっていうところがあると思うんですけども、ここにですね、120fps と追加されていることを確認してください。はい、ということでですね、120fps の状態で、PCVR ゲームの方をですね、いくつか遊んでみたいと思います。はい、まずですね、ハーフライフアリックスの方を起動してみました。で、今回ですね、紹介する動画はですね、あくまでも参考程度にご確認いただければと思います。というのもですね、やっぱりどうしても PC スペックに依存するところもありますので、ちょっとですね、私のちょっと弱々 PC ではですね、ゲーミング PC では思うような FPS をちょっと出すことができなかったので、本当にですね、大変申し訳ないんですけども、こんなもんなんだなっていう感じで、参考的に見ていただければと思います。はい、で今回ですね、ハーフライフアリックスはちょっと画質をですね、ミディアムまで落としてプレイしてみたんですけども、FPS で言うと100ぐらいですかね、100超えるか超えないかぐらいをでちょっとプレイしてみたんですけども、プレイ自体はですね、快適に遊ぶことができました。であとですね、やっぱり改めて思ったのが、バーチャルデスクトップの方はですね、画質の設定なり、やっぱり細かなですね、各種設定ができるので、この辺はですね、エアリンクと、差別化できているのかなというふうに、改めて思いました。はい、お次はですね、スリープタイトというホラーゲームを起動してみました。こちらのゲームですね、私の方で過去にですね、実況動画を出しているんですけども、結構ホラーゲームでありながら、画面内というか、激しく結構動くゲームなんですけども、やっぱりですね、どうしてもちょっと 120fps まで出すことがちょっとできなかったというか、100を下回っちゃう感じですね。90も下回っちゃったかな。87とか、ちょっとそんな感じになってしまったんですけども、こちらもですね、参考程度に見ていただければと思います。いや、このゲーム久しぶりに起動したんですけど、ほんとめちゃくちゃ怖いんで、ぜひですね、過去動画と合わせてご視聴いただけますと幸いでございます。はい、お次はですね、TogetherVR を Together してみました。はい、ということでちょっと起動してみたんですけども、こちらですね、今私、Vive Port Infinity の、VR ゲームのサブスクに今加入してまして、その中にですね、ちょっと TogetherVR っていうちょっと見慣れないゲームがあったんで、ちょっと試しに起動したんですけども、まずバーチャルデスクトップで、Vive Port Infinity が起動できるのかっていうところと、あとどれぐらいフレームレートが出てるのか、ちょっと気になってやってみたんですけども、このゲームに限って言えば、画質をですね、ある程度抑えたので、110fps ですかね、それぐらい、その前後ぐらいまでは出たので、この動画もですね、参考程度に見ていただければと思います。でこのゲームですね、単発でこう実況動画出そうか迷っているんですけども、ぜひですね、コメント欄にもし需要があれば出そうかと思っていますので、皆様のご感想ご意見お待ちしております。はい、
最後にですね、VR 版グラセフと言われているギャング V を起動してみました。こちらはですね、ちょっと思うような FPS を出すことができませんでした。まあ、これは完全にちょっと私のちょっとスペック不足なのかなという感じでした。まあ、90fps もいかなかったですかね。70、80ぐらいですかね。100も超えることができませんでした。はい。で、このゲームですね、全然ちょっと話脱線しちゃうんですけども、いろいろちょっとアップデートがありまして、またですね、こちらも改めてちょっと動画の方を出したいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとですね、参考になるところとならないところあるかと思うんですけども、まあ、冒頭でもですね、お話しさせていただいた通り、2021年の5月7日、現時点ではですね、まあ、バーチャルデスクトップ、このアプリが 120Hz のですね、状態で、クエスト2で、PCVR ゲームを遊ぶ、唯一の手段となっておりますので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。ということで、本日はこれにて動画を終了したいと思います。当チャンネルではですね、様々な VR ゲームの実況動画であったり、無料で遊べるお得な VR ゲームなんかを紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録&高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。